小林千秋のブルーモノローグ。皆さんこんばんは、小林千秋です。この番組は冒険のような日常も自由気ままな休日も僕が感じたモノローグのような心の内をあなたと共有していく番組です。今回も、土屋新馬くんをゲストにお迎えしてやっていきたいと思いますが、まあ、オープニングトークはいつも通りちょっと端折らせていただきます。というわけで実況や感想はハッシュタグブルログをつけてツイートしてください。それでは小林千秋のブルーモノローグ、最後までよろしくお願いします。小林千秋のブルーモノローグ。改めましてこんばんは、小林千秋です。そして前回に引き続きゲストはこちらの方です。はい、皆さんこんばんは、土屋新馬です。よろしくお願いします。あらなんだそれ。俺これやりたくてもうずっとうずうずしてたのマジかよ、これやられたやめてくださいこれこの間アニメートさんの、そう、はいはい、そうなんですよ。アニメートに行ってボイススターズを買ったら、うん、あ、そうだ、そう、シマくんも出てたもんね。そう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 。で一応そう、千秋くんくれるっていうからまあ、漏れなく小林千秋ついてくるっていうやつね。クリアファイルですね。そう、クリアファイル かっこよくないですかいや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 、ね、まあ、ありがたいけど恥ずかしいわ俺もこれもらった時によっしゃって思ったラジオ前にこれもらったなって思ったからもうね、マジかやられたわいやさ、この、うん、ちょっとね、まあ言っちゃうと、まあ、2本撮りね今日させていただいてるけど、そう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 、1本目終わった後に新馬くんが差し入れをね、ちょっとありがたいことに、まあ、僕の分はおろかもうスタッフさんの分まで、うん、ちゃんと持ってきてくれて、でお団子をね、うん、みたらし団子、そうそうそう、すごい美味しいやつ持ってきてくれて、うわさすがいいやつだなって、美味しいし嬉しいわって思ったらもうこれよもうこれが今日俺の個人的なメインイベントで終わったじゃんもう、そう俺がただ恥ずかしいってなって終わりよ。いやそんなことない。いやね、だから千秋くんのラジオ、いやいや嬉しいけど、そう、あ、そうなんだ。アニメイト行って買ったの？そう、買った買った。気づかれなかった？いや全然俺気づかれたことない。あ、マジで？そう、結構目立つけどね。いやでも人生で1回も、あ、1回しかない、気づかれた。あ、2回だった。2回あるんかい？2回それどこか言えるの？うん、1回は大学生の頃ジャージで、うん、表参道をね友達と歩いてたの。人多いな、うん、そうで、なんかすごいしょうもない話してたの、うんうんうん、なんかもう普通に聞かれたくないようなしょうもない話をしてたら、うんうん、なんか後ろから、あ、すいませんって、お、土屋新馬さんですかみたいな。後ろから？そう、後ろ姿で分かったんだ、うん、でも俺その時もう高校生の時から着古してるすっげーダボダボのジャージで、うんなんでそれで表参道行ったんだでもよりによってこの日にって、そっかそっか、思って、本当はもっと普段はもうちょいおしゃれしてるのにって、そう、おしゃれしてるのにって思ってあと2回目は、うん、なんか街中を歩いてたら、うん、ガールズバーの女の子になんか近寄られて、うん、え、何何って思ったらなんか勧誘かなみたいな、あのさ、昨日見たよって言って、うわそんな絡み方、そう、すげえ怖かったけど嬉しかった。ああ昨日見たんだ。そう、昨日見たらしい。ああ、なんかテレビに出てるところ か何かで。そうそう、びっくりした。すごいね、うん対、まあ、対局じゃないけどすごい、うん、まあね、うん、2人目に関してはファンかどうかも分かりませんけど、そうそうそう、でも声、まあでも確かに、まあでも気づかれそうな感じはあるけど、うん、意外とアニメイトでは気づかれなかった、うん、全然気づかれないです。千秋くんそれこそこれ持って、うん、アニメイト行ってほしいでやばすぎでしょ、自己顕示欲高すぎるだろ何人に気づかれるかのモニタリングやりたい誰も見てねえのにモニタリングしてくれてないじゃんいやね、いや嬉しい。いやでもね、良、うん、平さんのね、うん、やつに出てたもんね。そうそう、ご飯食べながらっていうやつで出させてもらって、うん、僕も読んだよ。結構ね、真面目な話とかさ、そうそうそう、良平さんへのなんか相談とかもね、うん、したりして、あでも分かるなっていう思いも結構ね、やっぱ同年代だし思ったけど、なんかやっぱ良平さんとか、うん、やっぱ先輩になんかなんて言うんだろう、恵まれてるなってすっごい思って、俺も思うね、なんか、うん、
みんないい先輩ばっかでよかったって思う。本当 ね、なんかこの業界ね、もう売れてる方はもちろんだけど、うん、みんな本当にいい先輩ばっかで ね、びっくりしたから嬉しいよね。本当になんか嫌な人会ったことない、ね、誰にでも相談できるし、うん、全員それをね相談しても嫌がらないし、うんうん、優しい人ばっかりでね、本当に嬉しい限りですよ、うん。まあ、そんなね話もちょっといろいろしていきたいんだけど、うんうん、まあ、改めてあのマントゥーマンスレディオの話ちょこっとしてもらおうかなと思うんだけど、 ありがとうございます。いやでもまあ僕もやってましたけど、まあ、マントゥーマンスレディオってね、この1ヶ月とか2ヶ月おきに男性声優がこうパーソナリティ変わってって、うん、そうそうそう、まあ、やっていくって番組で、結構そのパーソナリティ次第で色とか変わると思うんだけど、うん、そうだよね。シマくんはどういう感じのテイストでやってるの？いや俺はもう本当このまんまだけど、一応その、うん、なんて言うんだろう、同じ文化放送さんで撮ったあの新男前通信っていうのを1年前くらいにやって、はあはあ、それは1ヶ月で15分くらいの番組 で、うんうんうん、でその時にいろいろとちょっとまあトライアンドエラーを繰り返して、はいはい、でまあとりあえずまあ自分ってこのくらいの感じかなっていう、うん、なんか想定はあったの。あの、うん、ラジオやるなら多分これができてこれができないとか、はい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 、でまあそれをこう考えながらラジオどうしようかなって思ったの、このマントゥーマンスラジオ、うん、レディオ、はいはいはい、それであの名前考えてたら、いや、うん、そもそもさ多分あんまうまくできないんだったらもうそれを自信はじゃああんまりなかったんだ。ないない、でも甘んじて受けようぜってなんかいろいろなこう、まあはいはい、言葉もいただいて、うん、そうで結局あの土屋神馬のゆっくりまったりゆったり話そうっていう感じで、かわいいね、とりあえず、はい、あの、うん、可愛さを残しつつハードルを自分でガッて下げてで、なるほど、はい、もう本当にラフに聞いてくださいっていう、はいはいはい、はい、なんか俺的にはもう安眠してほしいなって思って、あ、ラジオ聞きながらもう俺の喋りを聞かせてやるぜとか、うん、バンバン相談してきていいよって感じではなくそうそうそう、なんかあのリラックスできたらいいなっていう風に思ってて、うんうんうん、そっかそっか、そう、じゃあまあ肩肘張らずにというか背伸びせずに、ね、そうだし、やっぱあのまあ千秋も知ってると思うけどいや今さら、いやさっきだいぶ千秋くんって言ってたけど ね思い出した、そう思い出したよ今いや千秋が言ってたけど、 あのなんかあのコビ売るわけじゃないけど、はいはい、やっぱスタッフさんがあったかいし、こう、うん、やっぱなんかラジオ慣れてない人たちとかがこうの登竜門的なラジオだから、はいはい、だね、新人とかね若手の方が多めだよね。そうそう、だからすごくこう、まあ、あったかくあの迎え入れてくれたりとか、うん、あと、まあ、例えばもうちょっとこの話題をするならここ補足した方が初めて聞く人分かりやすいよとか、いろいろとこうあのアドバイスもくださって、はいはいはい、なんかすごいあの伸び伸びとしつつ成長できてる感じがします。いいですね。じゃあまあリスナーさんと一緒に本当に伸び伸びと成長しつつ、うんうん、まあ、やっていけたらなみたいな、そういう風に思ってる。それこそこう、ね、フリートークとか、うん、あのもうちょっとこう面白くおかしくやりたいなとか思ってるんだけど、はいはいはい、ちょっと千秋くんにね、おフリートークどういう風にやってんだろうっていやいやいや超適当よ。本当？本当に何にも考えてないよ。嘘？あんまり。え、じゃあさ、こう、うん、じゃあ次の、まあ、ブルーモノローグでこういうことを言おうとか、はいはい、そういうのを考える瞬間とかある？あ、でもその一応スマホになんとなくこういうことが起きたっていうメモみたいのは羅列してて、うん、でそこで何話そうかなって見て、うん、そこで、あ、じゃあこれ この日あったなっていうのを、うん、なんかなんとなく話そうっていうのは決めてるけど、あ、でもそんなにこういう感じに絶対喋ろうとか、うんうん、そういうのはあんまり決めてないかも。そうなんだ。意外とこうなんかこう話しつつ、うん、まとめようとしてる感じがなんかそのやっぱねラジオって、うん、なんかこの人間のパーソナルの部分がね、うん、声優土屋神馬ってよりは、うん、ね、この人間土屋神馬というか、うん、それを聞きたい人が多いだろうから確かに割とそこはフラットに喋るようにしてるけど、うんあうん、でもそんぐらいかな心がけてるのは、あんまり、うんうん、でもそうか、なんか勝手にチアッキーのイメージってでも笑っちゃう。いやもう無理にそんなしなくても話が入ってこない逆にそうか、まあで、まあ、チアッキーくんの、うん、あの諦めたチアッキーくんのその、はい、なんだろう、イメージだと、うん、あんまり普段そこまでこう
喋るタイプじゃないのかなっていうふうに。ああそうだね、そのスタジオとか現場ではそんなにおしゃべりな方ではないかも、うんうん、でも俺も普段あんまり喋る方ではなくて、うんうんうん、で学生時代とかそんな暗い人間ではなかったけど、うん、あの一日学校行ったけど一言も言葉発さなかったなって思いながら下校してる時とかもあって、全然闇そんな深くないんだけどあそういえばって思って、あまあ別にだから話そう話そうとか話したいっていう風にはならないだけだよね。そうならなかった、逆に、うん、ラフっていうかフラットでいいと思うけど、でもなんかこうやっぱ仕事として喋らないといけない、うんうんうん、いけないというか喋、うん、る機会を与えられた時に、はいはい、やっぱりこう俺はすごい壁を感じたの。え、俺こんなに喋れなかったんだっていう風に思って。ああそうなんだ。そう、うん、千秋くんはそういうなんかうまくいかなかったとかそういうのある、うん、そのああでもあるよ全然、うん、なんかまあこうそれこそさっき言った、うん、この話したいなとか思ってても、うん、もっとうまいことを話せたなとか、あそういえばこの話のミソってあの部分だったなとか、うん、そこもっと触れればよかったなとか、まあ、メールもらっても、うん、このメールに対してもっとうまく返せたなとか、うん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 、ちょっとふざけた方向に振っちゃったけど、はいはいはい、割と真剣に返してあげればよかったかなとか、割とそれはトライアンドエラーじゃないけど、うんうんうん、反省とか思ったりはするね全然。そうなんだ、うん、そっかやっぱ千秋くんでも思うんだね。思う。でもやっぱりラジオってなんか上手にやるってよりはさ、うんうん、なんかね本人が楽しいと、うんうん、なんか割ともうむちゃくちゃな内容でもあのリスナーさん意外と楽しんでくれてたりするから、うんうん、なんかそこはもう適当にって言ったらあれだけど、うんうん、なんか上手にやろうって思わなくてもいい気はね、するけどね。やっぱ新馬くんのねお芝居もやっぱそこが魅力だなと思うし、そっか、うん、だから千秋くんその俺のなんかお芝居の魅力ってさ、うん、なんそのにちゃってなんだと思ういやでもやっぱりシンバ君はなんだろうね、このフラットにまずやってくれるじゃない、うん、お芝居をその最初に持っていくものが、うんうんうん、その上で例えばこうやってくれるとか、うん、やった時にそこに対してあんまり声優的な技術、うんうん、声でどうにかしようとか、うん、無理やり明るくしよう、明るいくやってって言われたら明るい声を出すとか、うんうん、そっちに持っていかずに、うん、ちゃんとその文章とか、うん、キャラクターの心情に寄り添った上で、うん、どうにかそのお芝居的にこう、うん、内面からこう変えようとしてる感じがあるから、そのディレクション対応とか見てて、うん、あやっぱ役者だなと思う。ああ、うん、嬉しいな。いや そ,、ね、そっか、俺は個人的に、ね、千秋くんを、うんまあ、一緒に芝居してみて、なんか、はいはい、なんて言うんだろう、それこそやっぱ違う現場だと、うん、まあ当然かもしれないけど全く違うアプローチ。そうだね、うん、で、うん、俺はまあそんなその実際に千秋くんの、うん、アフレコにいろんなものに立ち会ったわけではなくて、うんまあ、主にはシュートとね、そうシュートと群青ファーレとだけど、やっぱりこう違くてそのアプローチの仕方とか、あまあまあまあそう、シュートはもうすっごいさこう叫んでたりとか、うんうんうん、でもやっぱりその収めるところ収めてたりとか、はいはいはい、でもやっぱりそのなんつうのかな気持ち、うん喉大丈夫かなって俺はすげえ思いながらはいはいはいとか、でも片やその群青のファンファーレだったら、うん、なんかねすごいその塩梅がこう、うん、なんて言うんだろう、あのコウタいいやつだけど、うん、でもなんか一番なんて言うんだろう、したたかというかあーそうね、そうしたたかで最終的には、うんジョッキーとしてやっていくんだろうなっていう、うん、匂いがそうするし、うんうん、なんかそのね、その先を見せてくれるお芝居、うん、なんか、まあそうねうん、人間性がやっぱ確立 してそれを演じてるからこそ、うん、なんかその先が見えるのかなって思って、そうあすごいなって思って、いやいやいや、ちょっとね俺も今後そのお芝居やっていく中で、うん、自分のキャラをこう見てる人が、うん、あこの人こうしそうだよねとか、あそういう次のね思いに、うん
まあ、馳せさせてくれるような芝居をしたいなって千秋くん見て思った。嬉しい。ちょっと褒め合いになっちゃいましたけど、褒め合おうぜこんな2週目にして、うん、いやいや褒めたいところは山ほどあるんですけど、うんうん、まあ、あとねちょっと僕からなんか何個かちょっとね新バズクエスチョンちょっと用意してきたんで、マジか、ちょっと問いかけてもいいですか。もちろんです、はい、じゃあ何個か行かしていただきます、ね、了解です。焼肉は好きですか。もちろんです、大好き。好きな部位はどこですか。シン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 です。珍しい。じゃあ好きなアニメ1個あったら。黒子のバスケ。お、黒バスなんだ、うん、じゃあオーディションで争うライバルって思ってる、うん、勝手にでいいよ。勝手にライバル、うん、今俺定まんないのよ。例えば、うん、中音域だったら、うん、それこそ千秋くんとも被ってるし、うんうん、高音だったらあの翔吾くんとか、あ、矢野翔吾さんね、矢野翔吾くんとか、うんうん、あと山下大輝さんとか、あ、ね、あのちょっと名前挙げるとさどんどんすげえ先輩になってさ、はいはい、いやでもそうライバルっていうかいつもオーディションで戦ってるなって、そう思うのは感じかな、まあ、矢野さんとか山下さんとか。そう、ありがとう。じゃあ芝居がこの人の芝居好きだなって思う声優でいますか。いっぱいいるんだけど待って、うん、どうしようかな。強いて言うなら、強いて言うならば一人なんとなく影響もらったなとか。俺さ、その子の声優さんが好き。その子、そう、その子のあのコナンのその子の声やってる声優さんがいて、はいはい、で同い年、あ、同い年じゃない、ごめん、同じ誕生日なの、その人と。そうなんだ。で一回もお会いしたことないんだけど、はいはい、そのその子のあの声優さんが、うん、あのね、昔ニュー、なんだっけ、堀内健優さんと2人で吹き替えをやってたのよ、はいはい、そのニューヨークだったっけな、はいはいはい、なんだっけ、ちょっと待ってね、まあ、タイトル忘れちゃったけ ど、そのやってたんだ。そう、その吹き替えがね、はいはい、すっごい良くて、あ、もうね、俺、あ、この人になんかお芝居の話聞きたいなって思ってるくらい。お、松井直子さん。あ、そう、松井直子さん。あ、松井直子さんですよ。はいはいはい。じゃあ松井直子さんともね、うん、いつかね共演できたら。そうなんですよ、いつか共演できたらいいし。いいね。じゃあとりあえずこの5つちょっとなんとなく今聞きたいなと思ったんで、はい、じゃあ1個ずつちょっとさらっていっていいですか。もちろん、まあ、焼肉は好きなんだね、うん、大好き。もう好きな食べ物の中でもトップクラス、うん、トップクラス。お、1位は C って言うならピザ子供俺も人のこと言えないけど、いや本当によ、ピザ、ピザ好きなんだ。そうそうそう。じゃあもう3位以内に入ってくるぐらい焼肉、うん、おで、ピザ、寿司、焼肉超子供じゃんいや分かるわ、でも俺も似たようなもん。あ、本当に何、1位、うん、俺1位はでも焼肉かも、うん、あー、そっか、うん、え、焼肉、え、じゃあ行こう、行こう。え、あ、でもさ、うん、思い出した、うん、あ、あれ ね、あれ確かに1回肉食いに行ったことあるね。行った行った。あれもねちょっとだからそれこそシュートのね現場だから、うん、ここで話すと多分 ね小野優さんが嫉妬しちゃうから。そうだね、そうだねそうしよう、そう、またぜひねその話はしましょう今度。でもね、でも行きたいね、焼肉美味しいし、なんか、シンシン、シンシン、やっぱり名前、名前もあるしで最初名前で惹かれたんだけど実際に食べてみたら、うん、あんまり脂っこくないし、うん、でかつそのなんか歯ごたえがね、あの独特でふわふわしてるのよ、うんうんうん、あの口の中でとろけるわけでもなく、うん、赤身だから、うんうん、でもあの噛み切れないわけでもなく、うん、ふわってしてる、あ、その歯ごたえがすごい、食感がすごく好きなんだ。そう、で、まあ、肉にあの美味しい肉だったら甘みももっとたくさん出るし、うん、だからシンシンが好きかな。え、赤身かホルモンか、うん、だったらどっちが好きなの。あ、俺完全にね赤身なんだよ。あ、え、ホルモン。いや俺もね、うん、今のところ、まあ、ホルモンも食べるけど、うんうん、赤身の方が好きかな。あ、だよね、うん、ね、ね、ホルモンの美味しいところはマジで美味しいんだけどね。いや、めちゃめちゃ美味しいんだけど ね、まあ、お酒とね相性めっちゃいいしね。そっかそっか、ずっと、うんうん、あれお酒は飲む。あ、俺ごめん、あんま飲まないじゃあお酒の話はまた今度ジンジャーエールジンジャーエールそうそう、美味しいけどさじゃあまあ好きなアニメは黒子のバスケ。そう、お、これはなぜ。なんかね、俺あんまりアニメを見る過程ではなかったのよ、うんうん、で習い事とかしてたから、うん、
学校の後はすぐ習い事行って、うんうん、でご飯食べてもう爆睡みたいな感じだったから、うん、あんま見る機会 なかったけど、特に深夜のねものとかはね、そうそう、なかなか見れないよね。で黒子のバスケはでもたまたま何かで見て、うん、高校生くらいの時に、はいはいはい、であのいなんかすごい黒子の、うん、なんかすっげえ手の甲で打つ、あーなるそう、ね、あのパスを授業でやってたよ、うん、あれ、うん、あのパスね、そうあれ危険なのよイグナイトパスみたいな、そうイグナイトパスみたいな、忘れちゃって申し訳ないですけど、そうそう、はいはい、あれがね危険で、あの学校一イケメンのやつが、うん、あの同じクラスにいたのよ、でそいつとにねその俺の、うん、イグナイトパスが、うん、当たっちゃって、顔にねやばいじゃん、そうそう、ですっげえ綺麗な鼻の形してたのよ、うん、その友達、うん、で鼻を押さえてて、うん、あ行って行ってとか言っててイケメンの綺麗な鼻を、そう俺も本当にえこれやっちゃったみたいなちょっと弁償しないといけないのかなってくらい鼻を、そう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 家計だろうなそう思って、でもそのくらいね、はい、あの、まあ、学生生活にも影響を受けた、うん、やっぱりそれはやっぱ黒バス、まあ、お芝居的な影響も受けたりしたの？ねお芝居ってよりは本当に内容が好きで、内容も好きだし、あのなんかさすごい面白くない？いやただのファンの感想だけど、いやそれは分かる、俺も黒子のバスケ見てたから、ね、うん、面白いなと思ってたし、すっごいいろんなキャラクター出てくるけど、うんうん、あのキャラクターがね重なってないのいい感じに、いや分かるよ、ね、うん、あのなんかえこんなに男たくさん出てきて、ああでみんなイケメンだし、うん、でもみんななんでこんな重ならないんだろうっていう、いやあれはねすごいよね、すごいキャラクター作りというか、だからねあれだけねもう期間も経ってるけど最初の放送とか連載からね、うん、未だにずっと人気なのもね分かるっていうかね、そうあと桃井さんも好きだしあそういえば言ってた、言ってた、思い出した、俺も今俺も思い出した、ね、言ってたねね、タクシーの中で好きなキャラクターとかいるのみたいな話を、そうそうそう、あ桃井さん好きかもみたいな、そうそうそう言ってたわ、懐かしいじゃああと最後に、はいはいはい、あのあ最後にじゃないか、オーディションで争うライバルで、うん、まあ、矢野高音、えでも俺のイメージだとやっぱりシンバ君って高音というか、うんうん、割と可愛めの、うんうん、キャラクターが多いイメージなの、うん、ツイステもシュートも、うんうん、群青のファンファーレも、うんうん、確かになんかね最近可愛い系に求められてる、うん、やっぱ可愛いからかないやそうだと思うよ、可愛いからだよ、いやそうだから最近はね高い人たちがこう、うん、なんか最近戦うこととか、うんうん、スタジオオーディションとかで見かけることが多い、ね、中音域とかもでもやっぱりこう、うんうん、年齢とともにこう、まあそうだね、やっていきつつって感じかな、変わっていくもんね、うん、でもやっぱ個人的になんか得意不得意はあるの、うん、こっちの方が得意だなとか、ねあのこれ難しいんだけど、うん、あ全然その声とかじゃなくてもいいよ、幅と役とか、声をこう叫び続けるキャラクターだと俺高音はちょっときついかなって思ってて、うん、あもう喉が潰れちゃうみたいな、しなんかそのなんだろう、あの高音の種類っていろいろあると思うんだけど、はいはい、俺結構キーンっていう高音なのよ、あ確かに張ると、うんうんうん、そうでもそれだとちょっとなんかいろいろと難しいなって思ってる中で、はいはいはい、やっぱ中音域になってくると、うん、張り方とかにもやっぱこう地声に近いから、そうだ、ね、結構その幅が出てきたりとかする、太くてねやっぱり叫んでて安定感が出てくるもん、ね、そうそうだし、うん、喉にも来にくいしとかいろいろあるから、うんうん、叫びはね俺中音域のキャラクターの方が好きかもしれない、潮に合ってるというか喉に合ってるんだ、そうへえ、じゃなかなか一緒にはね、うん、その中音域で叫んでるとかは聞いてないけど、うんうん、ちょっとそれも聞いてみたいね、うん、掛け合いたいなって思いました。ありますで、じゃあ最後にこの松井直子さん、はい、はい、ラブコール、ラブコールですねいや、まあ、これはまあさっきも言ってたように吹き替えで、うん、そうそのケンユーさんとの、うん、本当に夜に映画のさ、うん、外画のこうコーナーが時々夜やってるじゃない、はいはい、まあ、金曜ロードショーじゃないけど、そう、そういう感じでね、こんな感じで、うんうん、でね俺は偶然見てて、うん、そしたらもうほんと号泣、それはもう内容というよりそのお二人のお芝居がすごくて、内容も、うん、そうなんだけど、そう、うん、それこそ お芝居もすごいし、なんかあの
なんだ人間味がすげえって思って、これもう本当号泣して、俺普段あんま泣かないタイプなの、はいはいはい、泣けないのよなんか。あそれはもう、うん、いつでも泣けないの、その自分が体感しても、うん、その例えば何かの賞取ったとか、うん、あんまね、うん、泣けないの。身内がちょっと不幸なことにあったとか、あんま泣かない、あんまりこう客観視というか、うん、なっちゃうんだ、うん、でもねあの動物系は泣くあワンちゃん飼ってるもんね。そうワンちゃん飼ってるし、あの犬と私の銃の約束は、あ、はいはい、途中からあの、うん、感激にならなかった、あの見ることができなかった泣きすぎて、そう泣きすぎて、もう悲しすぎてもう見れないよ、見れないし、なんかあの小学生くらいの時、うん、泣くとなんかしゃくり上げるタイプだったの。あまあたまにいたけど確かに呼吸がねままならないぐらいね。そうそう、で俺も映画見ながら呼吸ままならなくてそんなに。そう、じゃあまあ極端じゃないけどその、うん、ペットというか動物がちょっと、そう俺も動物絡むとダメ、やばいね、弱点が一個もう露見しちゃったね本当に弱点もうじゃあ土屋神馬を攻略したいときは、うん、この感動系の動物を見せればもうイチコロなんだ。そうイチコロよはい、ありがとうございます。じゃあちょっと、うん、あのお時間が来てしまいました、すいません。いえいえ、ということで、ちょっと盛り上がっちゃったので、はい、トークは一旦ここまでとなります。神馬ありがとうございました。ありがとうございました。お送りしてきました小林千秋のブルーモノローグ、そろそろエンディングです。今回は2週にわたって土屋神馬くんをお迎えしてお送りしてきましたが、改めて神馬くん、はい、どうでしたか。いやちょっと話しすぎましたいやいや僕こそごめん、ちょっと盛り上がっちゃって、いや楽しかったな、ね、でも結構そうあの神馬くんのリスナーさんというか、うんうん、マントゥーマンス聞いていただいてる方からも結構ね、うん、メール来てて、うん、あこれぜひ読みたいなっていうのはあったんですけど、うんうんいや盛り上がりすぎちゃった。いや俺もなんか時間そうあの見てなくて申し訳ない、ね、ちょっと熱量入っちゃいましたけど、なのでちょっとまた次回、うん、次回じゃないわ、あのまた今度ね、ま、うん、ちょっと神馬くん来てくださいよ、うん、またなんか呼んでください ね、ぜひぜひ、まあ、シュートも始まるし、あそうだ、ね、またねちょっと折を見て来ていただいて、そしたらね、うん、またこの温めておいたメールを、あー、ね、あのまあいつか分かんないけど、あの読ませていただけたらなと思うので、はい、すいません、はいです。改めて本当にありがとうございました。ありがとうございました。またぜひ来てください、はい。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。なおマンスリーテーマへのメールは来週紹介していきますのでお楽しみに。その他詳細は番組の公式ツイッターでもお知らせしていきますので、ぜひフォローと合わせてチェックお願いします。番組ハッシュタグはカタカナでブルログです。よろしくお願いします。では最後に神馬くんからお知らせ、はい、告知をお願いします。はい、群青のファンファーレ風波俊役で出演中です。あと、はい、あの陳情令っていう吹き替え の、うんうん、あのやつにも、はいはい、ランスージュイという役で出ておりますので、そちらもぜひお願いします、はい。あとマントゥーマンスレディオ来た、土屋神馬のゆっくりまったりゆったり話そう、うん、こちら超 A&G プラスで毎週金曜26時30分から放送中でございますので、うん、ぜひこの後聞いてください、ね。じゃあ最後に僕からもちょこっとお知らせを、群青のファンファーレに、神馬君と、一緒の番組ですね、巻き子と役で出演させていただいております。そして友達ゲームには片桐雄一役で、そして7月からですね、こちらはシュートゴールトゥーザフューチャーで辻井秀人役で出演させていただいております。まあこれがね始まったらまた多分、うん、まあ、改めて話せる機会はあると思うんですけど、うん、作品の話をたくさんできるのも ねしていきたい。そう、そういうメールも来てたんだけど、あ、そうかそうか、そうそう、でもそっちでもね、あとイベントとかもやるかもしれないし、うん、そっちで話せたらなと思うんで、はい、まあいろいろちょっとね今後とも、うん、まあ長い声優人生、うん、一緒にね、はい、頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。ありがとうございます。では最後はまたこの最後の挨拶でお別れしたいと思います。じゃあラジオネームバーナナさんからいただいた挨拶です。ではお相手は小林千秋と土屋神馬でした。せーの、ゆっくりまったりゆったり話せたかな。